乾杯。皆さんこんにちは。レック池袋本校で担任講師をしております本橋と申します。本日はレックの受講生さんの合格祝賀会がこれから行われようとしているんですが、何名かの方にインタビューの方をしたいと思います。カメラさんこちらどうぞ。どうも皆さんおめでとうございます。たくさん呼び込まれるじゃないですか。その中からうち選んでくれた理由ちょっと教えてもらっていいですか。お嬢様有名だったから素敵な先生がいるからです。私は姉の影響で動画と学内講座で担当してくださって憲法劇みたいな授業でもう本当に入ってきました。もう文章を読まないでもこう授業を聞いてるだけで伝わってくるのがすごい良かったなって。私は池袋本校によく行っていたので担任相談とかで話を聞いていただいて不安を解消してもらっていました。不安だと思いますがレックの先生方を信じて頑張ってください。本当素敵な先生が多くて山梨先生とか松浦先生がとても素敵なのでその先生頼って頑張ってください。長丁場で大変なことも多いと思いますが先生方や自分を信じて頑張ってください。面接対策がすごくしっかりしていたのと、と先生方がすごく親身になって相談に乗ってくださって、ここでお世話になろうというふうに決めました。私も面接対策がすごいレックはやってくれるというふうに聞いたので決めました、はい。担任相談がすごく自分のメンタル面においてもすごい頼りにいつもしていて、いつも一人になっていてすごく辛かったのでそういう時にすごく助けてレックで良かったなって思いました、はい。私はホームルームが結構いろいろな種類をやってくださってたのでそれが結構ためになったかなと思ってます。今レックの各本校で皆さんのように合格しようと頑張ってる人たちがたくさんいます。応援のメッセージっていうんですかいただけたらと思うんですが、公民試験はすごく長くっていつも一人ぼっちの戦いになると思うんですけれども、レックの先生方はすごく温かくていつでも相談に乗ってくださるのでそういった環境に感謝しながらそしてうまく利用しながらぜひ最後まで諦めずに最終合格を勝ち取っていただきたいなって思います。頑張ってください、はい。公民試験ってやっぱり長期間ですしもう周りの民間受ける子が決まってくる中でまだ自分が続けなきゃいけないっていうところで結構精神的にも辛いところがあると思うんですけどそういうのを乗り越えて最後まで頑張ってほしいなというふうに思います。頑張ってください。これから公務員を目指す皆さんでもさ実際見てみないと不安だなって言ったらぜひ来てくださいよ。池袋本校では1年中ずっと受講相談やらせてもらってます。無料でできますのでぜひお問い合わせください。では待ってます。はい、それではどうもお参議院さん合格おめでとうございます。レックを選んだ理由を聞きたいんですけど、他の予備校と比較して質の高い講義だったのでレックを選びました。私の大学がレックと提携していたので3年からレックに通うことになりました。僕の大学もレックと提携していたのでレックに通うことになりました。レックを選んでよかったところ、やっぱり担任制度ですね。親身になって相談してくれる方がいらっしゃったのでそういった点でとても助けになりました。担任相談もそうなんですけどウェブ講義を使って講義の復習を何回でもできるところが良かったです。筆記試験も二次試験もくまなくサポートしてくれるので本当にそこはレックは良かったと思います。レックのいいところを的確についていてさすが合格者は違うなと思いました。松浦の良かったところってありますかね。いやもうしょっちゅう相談乗ってくださって僕の緊張をほぐしてくださったのでもう本当に松浦先生のおかげで合格できました。ありがとうございました。いろいろ大変なことがあって落ち込んだりしていた時も松浦先生のその面白いトークでいつも笑わせていただいていたので最後まで頑張ることができました。とても感謝しています。もともと論文の添削、教養論文記述道場を受講していてでその制度を使って担任相談を結構利用していたんですけどそれ松浦先生によく相談に乗ってもらっていました。担任相談で主に松浦先生とは関わらせていただいたんですけどもそこで面接カードの添削などをすごくしてもらっていて悩んでるところとかわからないところを松浦先生が的確に指導してくださったので合格に無事つなげることができました。本当にありがとうございました。公務員試験はなかなか勉強は大変だと思いますがきちんとやれば、結果がついてくると思うので、最後まで自分の力を信じて、頑張ってください。公務員試験は本当に長い戦いになると思いますし途中で嫌になる時もあると思うんですけど自分のためにも今まで支えてくれている人たちのためにも最後まで諦めないで頑張ってほしいと思います。公務員試験は本当に悩んだり、焦ったりすることが本当に多いと思うんですけども、みんなそれは感じていることなので、落ち着いて頑張ってください。1,2,3レック最高合格おめでとうございます。ありがとうございます。
レックで勉強してどうでしたか？わからない時とかに質問しに行くとすごい熱心に教えてくださったので、不安な問題とかすぐ解決できたのでとても良かったと思っています。私も経済やらせてもらいましたけど、経済はできるようになりましたか？はい、もう一般職とか国税専門官のミクロも満点取れたんで、もうこれは全部丸尾先生のおかげだと思ってます。レックを選んだ理由は先生方が優しかったり、あとは面接の指導をたくさんしてくれるところがレックの良かったところだと思っています。だから僕はレックを選んだので、皆さんも選んでくれたら嬉しいと思います。では最後に後輩に向けて一言お願いします。レックの先生はとても素晴らしい先生ばかりで、不安な時もいつも助けになってくれるので、安心してレックに通って力をつけてぜひ合格してください。合格者のインタビューをさせていただこうかなと思うんですけど、なぜ、レックを、選んだのかについて教えてください。レックを選んだ理由としては、一番はサポートが充実していたという点ですね。まあ、講師の方のサポートですとか、あとアドバイザーの方へ のサポートとかっていうのが、まあ、説明会とか相談に行った時に、入校する前ですね、相談行った時にすごい感じたので選ぼうかなと思います。どんな風な、なんかこう説明会の中で何か印象残ったのがあったわけ？話をしていく中ですごいなんか親身に相談になってくださってるなっていうことがありましたので、アドバイザーももちろんそうですし、講師の方っていうのは感じました。私はサポート面は当然のことなんですが、やっぱり一番は筆記対策とその面接対策の中身が充実してたことだと思います。例えば筆記対策ですと、の忙しい方の向け のウェブフォローですね、講師の方が3人選べるので、そういった面で自分に合った先生を選べるっていうのは他社にもないレックの強みだなと思いました。でまた面接対策ですと、やっぱり面接に一番力を入れているのが、まあ、窓口の方とかと話していく中で非常にいい実績のある予備校だなと思ったことがありました。だからこそレックを入ろうと決めました。レックの良いところとしては、一番面倒見の良さだと思います。田辺さんの担任の先生だったり合格者アドバイザーの方が非常にその堅苦しい感じじゃなくて、すごい親身になって相談に乗ってくれたっていうのが非常に私としては対策がしやすかったところでございます。その中でやっぱり担任の先生は仲良くなれば普段の生活の相談もできますし、アドバイザーの方も本当にただ勉強の相談だけじゃなくて、モチベーションが下がったどうしようみたいな時にも対応してくださって、まあ、その分ずっとモチベーションが高く保ったのは存在が非常に大きかったかなと思います。3人にじゃあちょっと聞こうかなと思うんですけど、斉藤先生がどこが良かったのかっていうのをちょっと聞こうと思います。斉藤先生の良かったところとしては、一番やっぱり面接において自信をつけさせてくれたというところが一番良かったなと思ってます。面接ゼミ斉藤先生のお取りさせていただいたんですが、面接は皆さんも不安だと思います。そんな中で斉藤先生は一つ一つの自分の話したことについて自信をつけさせてくれたので、そこが結果として最終合格につながったのかなと思ってます。そうですね、斉藤先生の私も同じく面接対策にすごい惹かれました。理由としては話し方とか表情の作り方とか、まあ、普通と違う観点から対策をしてくださったので、まあ、なかなかない観点で面接対策できたなっていうのと、まあ、これは他社さんとかにもない面接対策の取り入れ方かなと思いますし、実際の面接で役に立ったと思います。なのでとても斉藤先生に感謝してます。ありがとうございました。斉藤先生は私前職と同じ営業畑で経験がありますので、そのあたりの面接対策のところでどういうふうにストーリーを組み込んでいくのかとかっていうところは非常に参考になりましたし、実際面接でも使いました。本当にありがとうございました。もし例えばもし面接したかったら僕のところにおいでください。待ってます。はい、合格おめでとうございます。まずレックをね選んだ理由からお願いいたします。はい、レックを選んだ理由はやはりその自宅でも受けられるというところにその一番の魅力を感じまして、その自分のペースで学習を進められるというところに魅力を感じましたので、そのレックにしようと決めました。それではですね、レックのいいところ、まあできれば千葉校のいいところをね言ってもらえるといいかな。担任相談ですとか、まあ、授業ですとかそういったことを通して思ったのが、やはりその講師の方々との距離が非常に近かったですので、まあ、その日常の悩みですとか勉強で行き詰まった時ですかね、まあ、そういったところでその非常に近くにいるからこそ相談がしやすいといったような環境が整っておりましたので、そこがやはりレックの特に千葉校の良かったところかなと思います。本当にもう千葉校の距離感がね本当に近いので、スタッフもね多分お世話になったと思うんですよ。そこが良かったと思いますね。公務員試験にせよ何にせよ、やはりその一人だけでやり抜くっていうのは厳しいと思います。レックの講師さんですとか、あるいは大学の友達ですとか、そういった方々とお互い協力し合って公務員試験合格という目標に向かわれる、そういうことが大事だと思いますので、ぜひ皆さんどんどん周りを頼ってこれからも頑張っていってください。改めましてご合格おめでとうございます。
予備校選ぶにあたってなぜレックを選ばれたんでしょうか。もともとレックに通っていた友人がいたので、その友人の勧めもあって、レックの先生すごく親身になってお答えいただけるという話を聞いてレックにしました。僕は社会人経験があるんですけれども、その時に中小企業診断士の講座をレックで取っておりまして、で、その時のテキストが良かったので、公務員の試験を目指すにあたってもいいかなっていうふうに思ってました。あとやっぱり面接がちょっと不安だったので、面接の対策がしっかりしているレックを、それも選ぶきっかけの大きなきっかけの一つになりました。特に社会人ということで何か意識されたことはありましたか。社会人ということでやっぱり自分が何を経験して、それがどう公務員にとして生かされるのかということについて、よく講師の方、先生方とご相談させていただきました。勉強に慣れている大学生と違ってブランクがあったので、まず大学生に負けないように一生懸命毎日レックの自習室に行って勉強することをまず心がけました。今振り返ってレックで学んでよかったという点があれば教えてください。レックで学んで一番良かったなって思うのは、やはり講師の方々が最初から最後まで自分の悩みに向き合って、一緒に向き合ってくださったっていうのが一番本当に良かったなと感謝しております。先生方も非常に親身になって相談していただきましたし、先生方以外 もアドバイザーの方、スタッフの方、皆さん本当に親身になって僕のことを第一に考えてくれて、いろいろアドバイス乗ってくださったりとかしたので、そこの面でやっぱり既卒でやっぱり不安な面がたくさんあったので、心の支えになりました。それがきっかけ の大きな合格へ そのきっかけの一つになったかなと思います。最後にこれから公務員を受けるという方に対して何かメッセージがあればお願いします。最後まで諦めないということが大事だと思っております。途中でやはり心が砕けそうになることもたくさんあるんですけれども、そういった時に支えていただいているたくさんの友達、講師の方々、スタッフの方々含めて、その方の思いに応えるんだっていうふうに諦めないことが一番重要だと思います。わからないことを放置せずに、いろんな先生方親身になって答えてくれると思うので、担任相談等を活用していろいろ疑問点等を解決して合格を勝ち取っていただければと思います。頑張ってください。こんにちは、千葉本校と水道橋本校で公務員の担任をしております岡田です。はい、ですね、今日の合格祝賀会なんですけれども、合格者の子にですね、なんでレックを選んだのかっていうのを聞いてみたいなと思うんですね。通学だけだと僕忙しかったので、パソコンでも自宅でも受講できるという点に非常に魅力を感じて、レックを選びました。担任相談がとても魅力的に感じました。実際担任相談利用してみると、先生方が大変親身に相談に乗ってくださって、本当にレックでよかったなって後々思いましたね。なかなか、迷ってることもあると思うんですけども、ギリギリになってからでも、合格はできると思うので、諦めずに頑張ってください。やっぱり長丁場ですので、心が折れそうになってしまう時なんかもやっぱりあるとは思うんですけども、ぜひ最後ゴールは絶対にありますので、諦めないで走り切ってもらいたいなって感じています。頑張ってください。またですね、今これ見てくださっている方とですね、合格祝賀会で美味しいご飯、美味しいお酒飲みたいと思いますので、ぜひ、レックでですね、一緒に勉強してください。ビデオ受講を自分一番受けたいなって思ってて、いろんな予備校さんのビデオを見たときにレックさんが一番受けやすかったからです。レックのいいところはまず一つ、受験仲間がたくさん作りやすかったっていうのが大きかったです。結構ここにいらっしゃる方ももう受験時に結構一緒に頑張った人たちもいたので、そういう人たちと会えたっていうのが一番大きかったです。山田先生のいいところですよね。授業がめちゃめちゃ面白いんですよ。僕、いや、これもお世辞じゃないんですけど、本当に直前講座めっちゃ取ったんですよ。地理、人文から科学とか物理とか、取らせていただいて、社会が全然苦手で世界史とかも全然取れなかったんですよ、過去問とか解いてる時でも。でも山田先生の受けて、得点につながることができたので、めちゃめちゃお世話になった。とにかく面白い先生です。暗記科目はおすすめします。本当に山根先生をめちゃめちゃインパクトに残ること言ってくださるので、受験仲間の方たちに助けられることがめちゃめちゃあると思うので、一緒に頑張ってください。公務試験の受講生というのは2種類しかいません。合格できる人と、そして諦めた人です。落ちた人はいません。諦めなければ最後まで、そしてきちんとやることをやれば必ず合格できる試験です。レックの講師やカリキュラムに信じて、ぜひ合格内定を勝ち取っていただきたいと思います。以上でございました。山梨でした。